皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、買っちゃいました。車こちら、アウディ A5 S ライン、スポーツバッグクワトロだっけか、合ってるそんな感じを、とうとう買っちゃいました。まあ中古ですが3年落ちの中古になりますが、買いたかった車をようやく買えることができました。ということで今回はなぜこの車を買ったのかっていうのと、まあ、その前回までトヨタのサイを乗ってたんですけど、それとの違いとかっていうのを少し紹介していこうと思います。なんでこれ選んだの？まず、おいが次に買いたかった車の条件として、追従装置、全車追従装置、うん、っていうのがついてほしい、うん、荷物、トランクの荷物が積みやすい、自分でこう荷下ろししやすい、はい、この、で、四駆、やっぱり、雪国だから四駆じゃなきゃいけなくて、ある程度の燃費がないと、まあ、なかなか大変かなっていう部分、うん、で、あと見た目 SUV タイプとかも好きだけど、やっぱ乗り降りがちょっと大変かなって思ったから、まあ、国産車っていう手段もあったけど、音が人生で一度乗ってみたいっていうのがアウディだったっていうのと、おい自身も、まあ、外車の中ではベンツとかよりもアウディが好きで、アウディに一度でもいいから乗ってみたいなっていうのをこう詰めた結果こちらになりました、はい、まあでもサイズもサイとそんなに変わんないよね。そうだから家の駐車場問題も、横幅が大きくなっちゃうと老いが降りれるスペースっていうのがなくなっちゃうっていうのがあったけど、それもクリアしてるし、まあ、お父さんも喜んでたし。そう、お父さんも喜んでです。いいんじゃないですか。なのでローンですので、あの一括ではございませんので頑張って返済していこうと思います、はい、じゃあ中見ていきましょうか。はい、はいはい、トランクですが、リモコンで開けることができます。で、まず一回全開で開けてみますね。ポチッとな、あ、長押しでね、はい、こんな感じで開きます。で、中も、まずクーペの形なので結構サイの時より広いです。高さはどうなの？あるサイの時より、まあ奥の方はあるか奥が広いだよね。まあ、でも普通に車椅子をトランクに積むことはサイの時よりは楽、うんうん、ここの地面からのこの高さが低いんじゃない、うん、そうね。だからおいも、荷物をこう出し入れするときがサイの時よりは高さがなくなって楽になりました、うん、はい、でただしリモコンで閉めることがちょっとできないので、ここまで開けちゃうと私は届きません。なので一回ちょっとでボタンで、ね、やっぱ紐をこうつけるしかないんじゃないですか。うん、まあ、でも一回はボタンでこれもボタンでいけたらいいけどね。じゃあおいがトランクを一人でやりたいっていう時はまずリモコンでさっきみたいに長押しします。開いた瞬間押す、今押した、さら途中で止まってくれるから自分の好きな高さで調整して物を出し入れすることができる。でまたこっちのボタンで閉める、または、この下の方にボタンがあるのでそこを今押す、もう一回押すで途中で止めることができるから別に紐をつけなくても
まあ、あの間違ってあれまーってなってしまった時は助けてください、助けてくださいって言うしかない、助けてください、閉めてくださいって言うしかないかなって。やっぱ紐つけといた方がいいんじゃない？やだ、それかマジックハンドとか。え、ダサい、やだ。棒、やだやだ、いらないいらないいらない。スティック、あー見えないな。ここにですね、アウディのマークが地面に映るんですけど、今ちょっと明るくて映んないので、ちょっと後でから写真を撮ろう。前方と後方でデザインが違います。中二病みたいでかっこいいでしょ。ちなみに座面のクッションを結構前から変えていて、今は X ジェルっていうものを使っています。はい、でこんな感じでサイの時よりドアの全長っていうのが短いので、駐車スペースが前よりちょっと狭くても大丈夫になりました。で傷つかないように、まあ傷はきっとつくんだろうけど、こことこの内側と、あとこの下のところに、なんていうの、透明フィルム、うん、透明なフィルムを先に納車の前に貼っておいてもらいました。運転席側と助手席側どっちもフィルムを貼ってて、1回ではすぐ外装に行かないようにしています。で乗り移る時はこれサイの時にはなかったんだけど、ニコドライブから出てるこの傷つき防止マットも新しく買って、一応こんな感じで当たんないようにしてやってます。ちょっとやっぱ日本車より車に厚みがあるというか、そう、ここのね広い、広いから空間が広いね。あの座席までの距離感っていうのはサイの時よりは確実に広くなりました。ちょっと遠くなったから、ちょっと遠くなった。はい、で車高も低くなったんです、サイの時より。だから乗り移るこの高さっていうのも、今車椅子とねちょうど私の座面と一緒だから、乗り降りのしんどさっていうのはこの距離感はあるけど、上下の部分っていうのはなくなったので、基本的には楽だなっては思ってます。積み込むのもまあやらないけどやらないけどえ、やる？このよっこいしょっていうこの持つ幅、持つ高さの距離感っていうのはなくなったから逆にしんどくない。ただ天井狭いよって言われてて、車椅子通らないかもしれないっていうことに関しては、別にそこはまあギリだけど特に問題はないです。はい、じゃあ中の説明をしていこうと思います。まずこれ、今まで助手席に車椅子乗せるときただ単に乗せてたんだけど、ちょっと気を使って適当に、全然もサイズ感は全く合ってません、シートを買ってみました。これは普通に Amazon で適当に買ったやつです。まあ、そのおかげでシートが直接的に傷つかないっていうのと、まあ仮に例えばお外でお漏らしなんかしてしまった時とかね、これを代わりに運転席に敷いて帰ることもできるからいいかなと思っております。はい、手動装置、これは、今回もミクニ&オートさんからの、からじゃないの、手動装置メーカーさんのやつをしました。で前回はここウッド調だったのを、ここは今度カーボン仕様にしてみましたが、すごく外車ってめんどくさいんだなっていうことに気づきました。手動装置つけるとき、国産車のときは仙台に支店がある、宮城に支店があるので宮城から出張してもらって、その日1日で装置つけてもらえたんですけど、外車の場合は、その倉庫まで持っていかなきゃダメだ、しかも持ってきてもらってからも2週間くらいかかるっていう、その装置を作ってから1週間で倉庫に持ってから2週間だから3週間くらいかかりました。なので、まあ、今回その積載の費用とかっていうのもかかったし、なのでその会社に手動筋つけるのめんどくさいから、ニコドライブの方をつけたがるのもなんとなく分かったなというふうに思いました。感じでアクセルね、黒いところが外側についちゃったっていうのが、やっぱこう取り付け方がね多分本当にめんどくさいんだと思います、会社はね。なんでこういう感じで見た目は変わるけど、でもこれでも全然普通の足での操作っていうのはできるし、お兄とか弟とか乗ってもそんな大きな違和感なく乗れるということだったので特に問題ないかなというふうに
思います。でウィンカーがさ、あの右と左変わったんですよ。ウィンカーが左になりまして、左で手動装置めっちゃ触ってるのにウィンカーっていうのがちょっと忙しくなったのが大変だけど、さっき言ったその自動追従なんちゃらがある分、まあそこの運転面に関してはサイの時よりは楽になったかなというふうに思います。やばい、私のゴールドがなくなった。でまたそれぞれいろんなこうタッチパネルでの機能がたくさんあるんだけど、まだまだ使いこなせてません。そこは今後いろいろ使いながらより運転しやすくね使っていこうと思います。そうですね。でドラレコも純正のドラレコがついてるし、帰りましょうか。はい、こんな感じで、まあ今回アイディを買ってみて、失敗だったか失敗じゃなかったか、まあ、全然試乗もしてないでね、本当に試乗もしないで乗った買ったけど、全然失敗じゃなく乗りやすさとか使いやすさっていう面は問題なくないかなというふうに思いますので、今後も大切に乗っていこうと思います。ローンが終わるまでちゃんと乗っていこうと思います。頑張って働いてください。はい、頑張って働きますので皆さんよろしくお願いしますはい、ということで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。アウディどうですか？いいじゃんお前でもここでこう広いって三つの言ったけども、うん、全然乗れるだ、うん、ほう、乗りも乗れならまた今度にしますね。おばあ何室さ来たの？トイレ。え？トイレ。はい、おばあ。はい、めちゃめちゃ笑顔。携帯電話はそばに残っています。よっ。あっちゃ。合わせたとかね。シート調整してください。どこだね。どれ？それは砂が下りてんな、だいぶ。前さ、横棒を前さ押す。違う、横丸じゃなくて横の、うん、粉ぶつかるからっていう、あの赤いレバーのオフしてはダメですね。座面も遠くなんないっけ？え、そのまそう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 、まだまだこれだけどこだっけ、はい、そんなオフしなくても普通に乗ってたぞ。いや、音の足さ当たんねえ今。だって関係ねえよ。いやいやいや、作動すんなんかやりに。ハンドルがちっちゃいの。どこ走ればいいな。え、こんなんでこうさ手を置かなくていいのだ。そんな速いわけじゃないから。左右路線あんねん。いや、そんなことはないんだ。あ、静かでいいの。タイヤの音も。これ今コンフォートモード。三つのり消防は死ぬやんだ。ない消防。これ用水ダメで泥あげとか。泥あげなんて秋やってない結構大丈夫。秋だけか。帰りますか。じゃあハエもすごいんで。なんでこんなハエいんない。帰るぞ。Oh, oh, oh.